ているのはあゆころちゃんが登場してくれます。それでは皆さんであゆころちゃんを呼んであげてください。いきます、せーの、あゆころちゃん、あゆころちゃん、こんにちは、あゆころちゃんです。こんにちは。朝ちょっと元気なかったのにすごい元気になってる。元気を充電してきました。ね、オープンということで、はい、雨とフードバトルの開会式にも、はい、そうじゃなんできました。ありがとうございます。みんなアイミューには行ってもらったでしょうか。これからぜひ行ってきてください。ぜひぜひ。はい、それでは早速ですが PR をお願いいたします。はい、今日は皆さんカナキャラに来てもらってありがとうございます。今日は特別にあゆころちゃん、いつもと衣装がちょっと違うの分かりますか。タイ、そうです、タイです。なんでタイを持ってるかっていうと、厚木市が今年、今度の2月1日に市政の60周年を迎えます。60周年というと還暦です。で、赤いちゃんちゃんこ着てます。はい、で、あとこれはめでたいのタイです。あゆころちゃんがちょっと親父ギャグが大好きなのでめでたいということで持ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。決してあゆころちゃんが60歳っていうわけではないので、皆さんそこはね、間違えないでくださいね。あゆころちゃんまだね、ピチピチの少年ですからね。そうそう、少年が出てこなかった。そうなんですよ、60歳じゃないですね。はい、それでは、そうですね、あゆころちゃんせっかく来てもらったから、ちょっとじゃあこっちの方で、こっちの方に、はい、後でね、みんな揃って写真も撮ってもらうので、はい、じゃあちょっとこの辺で待っててね。はい、それではそれでは次に登場してくれるのはどなたでしょうか。はい、それでは続きまして栃木県のさのまるさのまる、準備 OK かな。大丈夫大丈夫大丈夫ね、みんなと遊ぶのでいっぱい来れなかった。あ、よし来てくれた。ではそれではご紹介したいと思います。続きまして栃木県佐野市のさのまるの登場です。では皆さん大きな声でさのまるって呼んであげてくださいね。では行きますよ、せーの、いろいろさらにやんちゃな男の子になっております。あ、すごい、君こんな早く動けるんですね。はい、やんちゃっぷりが。さのまる、さのまる、さのまる、必殺技できるかな今日は。必殺技、必殺技があるんですか。ジャンプしてみようか。あゆころちゃんのね、ちっちゃい人形が、私たちもつけてる人形があるんですよ。ありがとう、ありがとう。今日は次のあゆころちゃんということで、イモフライにあゆころちゃんの人形を飾せていただいてます。イモフライなんですね、これは。そうですね、佐野市の B 級グルメのイモフライですので、皆さんぜひ佐野に食べに来てください。あ、食べたいですね。今日なんか朝の番組で拝見したんですけれども、なんか佐野のサービスエリアで、はい、その茶の丸くんがゴールデンウィーク登場してくれるっていうことを聞いたんですが、そうなの。はい、茶の丸登場するよね。そこでね、佐野のラーメンも食べれるということでしょうか。そうですね、佐野は、ラーメンも有名ですので、芋フライとラーメンを食べにどうぞ。ゴールデンウィークまだまだありますので、佐野までお越しください。はい、佐野丸ありがとう、もう元気いっぱいだね。はい、では佐野丸ちょっと面白いね、あゆころちゃんの、あゆころちゃんのお隣にお願いします。はい、あとで
またみんなで並んで写真を撮る時間もありますからね。はい、それでは続きまして、静岡県浜松市から来てくれました出世大名家康くんの登場です。それでは、あ、じゃあみんなでね、またすごいポーズがすごいね、仁王立ちしてる、もうね、しゃべってますね。じゃあ、みんなでまた呼んでほしいんですけど、ちょっと長いので、じゃあ家康くんにしましょうか。じゃあみんなで家康くんって大きい声で呼んであげてください。いきます、せーの、こんにちは。こんにちは。あの、浜松市の家康くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日あの家康くん喋りますので、はい、ちょっとあのスピーカーのところにマイク持ってきます。はい、あるかな、どこに流す、うん、る、あ、住民の皆さん、こんにちは、なのじゃマスク届いて、俺嬉しいなちょっと去ってる、あなたも2人とも大丈夫でしたよね。あなたが良すぎて、もうなんかでもあんなぽちゃぽちゃじゃんびっくりしたじゃん。ご紹介もらったりできなかったよろしく頼むじゃん。はい、よろしくお願いします。そういえば家康くん、出家大名じゃなかったっけ。あ、よくご存知なのじゃん。もちろんもちろん、年末に、ね、髪の毛をバッサリ行って喋れなくなっておったんじゃないはいはいはい、さまざまな修行を経て、はい、見事1月に負けた復活し、うん、今それを兜をかぶることによって喋ることができるという。なるほど、すっごく来たじゃん。なる、素晴らしい、カウナック大名じゃん。なるほどなるほど、素晴らしい。このままと征夷大将軍ぐらいになっちゃうんじゃないかって勢いでね、気がするの。人気もうなぎ登りじゃないですか。お前ら用意してきてるさすがさすが、もうすごい仲良くなったの。なに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 、なになになに、そこはちゃんと空気読める家康くんありがとうございました。じゃあちょっとちょっとおとなしく後ろで立っててね。ちょっとちょっと待って、そうなの、うん、全然いいの、全然いいの、すごく楽しかったよ。また後でいいかな。そうなの、バリーさんがね出てきてくれるから、ちょっと待っててください。ありがとう。はい、ではではね、ずっと待っててくれました。最後に飾るのは愛媛県今治市の今治バリーさんです。バリーくん準備 OK かな。よし、大丈夫かな。ご丁寧にペコペコのみんなと挨拶してくれてますねでは皆さん最後に大きな声でバリーさんと一緒に呼んでください。はい、では行きますよ、せーの、バリーさん、バリーさん、かわいい、バリーさん、すごい歩き方がちょこちょこしてる、かわいい、大きいですね、生バリーさん、大きい、すごい横幅が大きい、ね、趣味食べ歩きということですが、今日ね、フードバトルでたくさん食べてきてくれたのかな。あ、お腹いっぱいだよと言っておりますねでは PR お願いします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは、愛媛県今治市からやってきました今治バリーさんです。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうじゃあバリーさんの、ね、自己紹介をしたいと思います。皆さん頭にご注目ください。バリーさんの頭にはクラウンが出てますね。これは愛媛県と広島県尾道市を結ぶ海道の、一番今治よしのりの橋、来島海峡橋をイメージしたクラウンになっています。で続いてこちらお腹見てみてください。茶色いものついてますね。これは愛媛県今治市で、タオルの生産日本一なんですね。それでバリーさんの腹巻きはタオルでできてるんです。腹巻きの部分だけがねタオルなので、皆さんね、ぜひ近くに来た時は触ってみてください。はい、続きましてこちら、私のお財布を持ってます。なぜ船の形かと言いますと、愛媛県今治市は造船業がねとても盛んなんですね。それでバリーさんのお財布は船の形になってます。はい、バリーさんいいかな。はい、そしてバリーさんはですね、ひよこのようですが大人の鳥です。大人の鳥、はい、なぜ鳥かと言いますと、愛媛県今治市は焼き鳥の消費量がねとっても多いんですね。それでバリーさんは鳥なんです。はい、こんな感じでバリーさんを一目見ていただくと、産業と観光と食がわかるっていう素敵な鳥さんです。は
はい、これからもね、今治市を PR するために頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。マリンさんね、なんかとっても触り心地がとってもいいですよ。あ、ふわですよ。すごい、ここだけ変わるの、本当だ、すごい、ね、今治の子供たちも大人気なんですよね、はい、ありがとうございます。この触り心地ですが、今治のぜひ皆さんも後で触ってみてくださいね。はい、はい、気持ちいいのじゃって言ってる。はい、というわけでステージにこの4キャラクターが揃ったということで、皆さん写真撮りたいですよね。撮りたいですよね。ということで、せっかくなのでみんな真ん中に来てもらって、皆さんがちょっとねお写真撮れる時間を気をつけてね。さすがマリンさん、負けないで、ちょっと負けないで。その番はこれでいいのかな。家康くんが珍しく怒るポジションにいる。はい、じゃあ並び方どうしようかな。そうだね、あゆころちゃん真ん中に来てもらって、あ、なんかいい感じ、いい感じになりましたね。それでは皆さん、今のうちにカメラ大丈夫ですか。はい、それではまずじゃあ正面に向かって、じゃあみんなポーズを決めてもらいましょうかね。いきます、さん、はい、はい、ポーズ。お、かわいい、かわいいですよね。あとでね、ちょっと横向いたりもしてもらうので、横の方の方も撮れるようにしますのでね。はい、皆さんどうでしょう、お写真大丈夫ですか。大丈夫かな。2人も向き変えて撮りますので。